ありがとうございます。私は神宮寺隆法です。現在の日本で復縁祈願のできる祈祷師は神宮寺隆法だけです。現在の日本の仏教界で復縁祈願のできるのは神宮寺隆法だけです。神宮寺隆法はこれまで5000組以上のカップルの復縁を実現してまいりました。本日は別居中のセックスレス夫婦の復縁の相談が寄せられています。奥様から相談が寄せられています。神宮寺先生、セックスレスは3年ぐらいになります。夫に不倫され、別居して、それでも復縁したいという別居中の夫がいます。昨年末に突然離婚を言い渡されました。結婚10年目で、私は当時専業主婦。4歳の子供が一人います。離婚の原因は性格の不一致とセックスレスです。おそらく私との生活に夫は耐えられなくなったのでしょう。子供が生まれてからは完全に夫婦のセックスレスとなり、独身気分が未だに抜けない夫と、育児の周りの協力が一切なく、ノイローゼでヒステリックになっていた私、もうとても普通ではなかったと自分では思っています。夫は一切育児は手伝ってくれず、自分は毎週飲みに行き、午前様で帰ってくる自由な夫が羨ましく、真剣に死んでほしいと思ったりもしていました。夫のことが憎くて憎くてたまらなかったのです。当然の流れといえばそうかもしれませんが、夫に不倫され、しかも出会い系サイトで複数の女性と不倫をして、そして自分の勝手で突然離婚請求をされ、帰りは御前様になってしまい、家庭での会話もなく、子供の相手も一切しなくなり、私への無視も始まりました。私は今年の5月から無職でしたが、とうとう夫との生活に耐えられず、子供と家を飛び出しました。家賃4万円のマンションで子供と2人暮らしを始めました。私の鹿児島市の母は亡くなっており、父は認知症介護の必要な病院に
入っています。金銭的に実家に頼るわけにはいきません。母方の親戚のおばに金銭的に相当援助していただき、なんとか仕事、保育園が見つかり、今は生活がやっと安定してきました。別居前から話し合いができる状態ではありませんでしたので、法テラスの弁護士の先生をお願いして、離婚を有利な条件で進めてもらうつもりでした。ただ、別居後も楽しそうな家族を見たり、保育園で父の日のことや、パパが迎えに来る子がいたり、いつも私と二人っきりの子供が不憫でかわいそうでならず、心がじわじわと切りつけられる思いをしてきました。将来への生活の不安があったのです。本気の不倫は今回で2回目。1度目は今の子供ができてしまいましたから元さやに戻りましたが、さすがに今回は相当な覚悟で別居生活を始めてしまいました。しかし、なぜかもう一度チャンスがあれば復縁してやり直したいという気持ちが起きているのです。弁護士を通して、できるならもう一度元の鞘に戻りたいという、そして子供にも会いたいという夫の言葉を弁護士の先生からまた聞きをして、心が大きく揺らいでいます。私はなんてバカな女なんだろう。でも、一人で子育ては死にそうに辛いです。金銭的な不安も大きいです。私が病気をしたり、子供が病気をしたら、本当にどうしたらいいのかわかりません。母子家庭の生活には、耐えられそうにありません。神宮寺先生、なんとか助けていただけませんか？神宮寺隆法先生は、どのようにお考えになりますか？はい、お答えいたします。奥様よりご主人のお名前と生年月日、この二つの情報をいただきまして、お経をあげて霊視をした結果、ご主人の本心は本当に復縁をしたいという気持ちになっている状況です。理由は二つあります。一つは、お子さんへの愛情が別居してから気持ちが高まってきたということです。つまり、子はかすがいと言いますが、子供のためにもう一度頑張りたい。子供を幸せにしたいという気持ちがご主人の
心の中に芽生えているのです。そしてもう一つは、奥様への愛情がご主人にはあるようです。確かに、セックスレス夫婦ですから、とても難しい問題ではあると思いますが、ご主人は妻であるあなたを心から愛しています。ただ、ご主人には式場の因縁があって、女遊びをしたいという気持ちが非常に強いのです。少しセックスレス依存症が入っていますね。ただし、復縁することは可能だと思います。これ以上のことは夫婦間の法律的な問題にもなると思いますので、弁護士の先生に相談して、一番いい時期を見て復縁なさることが賢明だと私は思います。詳しいことは神宮寺隆法のホームページをご覧ください。神宮寺隆法はあなたの幸せを心からいつも祈っています。神宮寺隆法でした。ありがとうございます。